セリン、スレオニンキナーゼ ATR は、人では、ATR 遺伝子に高度される酵素である。FRP1 という名称でも知られる。ATR は、パイ酸系関連キナーゼファミリーに属する。ATR は、DNA の一本差切断に応答して、活性化される。ATR は、DNA 損傷の検知に関与するセリン、スレオニン特異的プロテインキナーゼで、 DNA 損傷チェックポイントを活性化して細胞周期の停止を引き起こす。ATR は持続的な一本ぐさり DNA の存在に応答して活性化される。一本ぐさり DNA は DNA 損傷の検知や修復の際に形成される一般的な中間体であり、停止した複製フォークやヌクレオチの除去修復や騒動組み換え修復などの DNA 修復経路の中間体として生じる。ATR は、アトリップと呼ばれるパートナータンパク質と共に機能し、RPA で覆われた一本腐り DNA を認識する。ATR は活性化されると CHK1 をリン酸化し、細胞周期の停止へとつながるシグナル伝達化スケードを開始する。DNA 損傷チェックポイントの活性化に関する役割に加えて、 ATR は安定的な DNA 複製のためにも機能していると考えられている。ATR はもう一つのチェックポイント活性化キナーゼである ATM と関連があり、ATM は DNA の日本左切断やクロマチンの破壊によって活性化される。ATR を欠損したマウスの体細胞は騒動、組み換えの頻度が低下し、染色体損傷のレベルが上昇する。 このことは ATR が内因性 DNA 損傷の騒動、組み換えによる修復に必要であることを示唆している。ATR の変異は、セッケル症候群の原因となる。セッケル症候群は、気象疾患で、疾患の特徴の一部は ATM の変異を原因とする、毛細血管拡張性運動失調症と共通している。ATR は、 ファミリアル・キューティニアス・トランジ・ークタジア・ンド・キャンサー、シンドロームとも関連している。人では、ATR 遺伝子のヒポモーフィック変異は、セッケル症候群と関係している。セッケル症候群は、常染色体で性遺伝する疾患で、均衡性小人症、発育遅延、顕著な小頭症、歯の不正候合、胸部の後腕によって特徴を付けられる。老人様、 または、双老様かおかたちもセッケル症候群の患者で、頻繁に見られる。生体マウスにおける ATR の発現の欠乏は、毛の発火、毛の喪失、上背部の丸み、骨粗しょう症、強線体縮といった加齢と関係した変化をもたらす。さらに、加齢に伴う組織特異的な幹細胞や、線具細胞の劇的な減少、組織再生や向上性能力の枯渇も見られる。 また、生死形成の早期かつ高級的な喪失も見られるが、使用リスクの優位な増加は見られない。ATR-CHK1 の阻害剤は、シスプラチンなどの DNA 加強薬やゲムシタビンなどのヌクレオシドアナログの効果を増強する。ATR 阻害薬を用いた最初の臨床試験が、アストラゼネカによって、慢性リンパ性白血病、マイリンパ球性白血病、 B 細胞リンパ種の患者に対して開始されており、バーテックスファーマシューティカルズによって進行固形腫瘍に対する臨床試験が行われている。例としてはベルゾセルチブなどが挙げられる。メイマイナス41は症状倍ドロサーフィラにおける ATR のオルソログである。症状倍の優位と分裂では外因的な要因によって引き起こされた DNA 損傷は メイマイナス41に依存した騒動を組み替え、過程によって修復される。メイマイナス41に、血管のあるヘニー体では、紫外線やメタンスルホン酸メチルなどの DNA 損傷因子への暴露による死に対して感受性が増加する。また、メイマイナス41の欠乏は、減数分裂時の自発的な乗り換えの減少を引き起こす。このことは、 野生型のメイマイナス41が原数分裂時に自然発生した DNA 損傷の組み換え修復に利用されていることを示唆している。ATR は次に上げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。